皆さん、こんにちは。演歌界のプリンスとして多くの女性ファンを虜にしていた氷川きよしさん。ところが最近メディアなどで目にする氷川きよしさんは女性らしい格好をしていますよね。どうやら氷川きよしさんはジェンダーレス男子のようです。性差を気にせず自身の好きな格好を貫いているようで、女性らしい格好を好まれています。そんなジェンダーレス男子氷川きよしさんの豊胸、性転換、紅白復帰、現在の彼氏についての噂についてご紹介します。氷川きよしさんは2000年2月2日に箱根八里の半次郎で演歌歌手としてデビューしました。当時は若手の男性演歌歌手が少ないことや、アイドル並みのルックスを誇る氷川きよしさんの見た目も注目され、あっという間に人気演歌歌手となっていきました。デビュー1年目で音楽賞や新人賞を総なめにする活躍をされています。紅白歌合戦も1年目から出場し、そこから休業する2022年まで23年連続で出場する偉業も達成しています。圧倒的な人気から演歌界のプリンスと呼ばれるほどでした。演歌歌手として圧倒的な人気と認知度のあった氷川きよしさんに変化が訪れたのは2019年、ちょうど歌手デビュー20年目の節目を迎えた時でした。この時に受けたインタビューで自身の本当の姿について告白されています。インタビュー内で女性っぽさとか透明感とか美について自分はいろいろな見せ方を持っていても出しちゃダメと思いながら精一杯頑張ってきたと、本来の自分は男っぽさよりも女性らしさを好むことを告白しています。そして20年目を迎えたこれからは周りにどう思われていもいいので自分らしさをさらけ出して活動していくことを宣言されています。この取材以降の氷川きよしさんは男っぽいビジュアルは影を潜めるようになり、メイクや衣装も演歌とはかけ離れたものを着用するようになります。その後は徐々に見た目が綺麗系男子から女性のようなルックスに変化していきましたが、それと同時に胸も大きくなったのではとも言われるようになりました。 SNS でも氷川きよしさんの見た目の大きな変化に豊胸や女性ホルモンを打ったのではと推測する声もあります。ちなみに2023年からは長期休業に入っていますが、一部ではその間に豊胸手術や性適合手術までしているのではと考える人もいるようです。確かに客観的に胸があるように見える画像も存在しているのも事実ですが、氷川きよしさんの豊胸はないと考えられます。豊胸していない理由は氷川きよしさんがカミングアウトした性自認が大きく関係しています。氷川きよしさんが雑誌インタビューの中で女性っぽい部分があることを告白していますが、この告白は世間ではジェンダーレスをカミングアウトしたと捉えられています。またこのカミングアウト報道について氷川きよしさんも否定されていないので、ジェンダーレスであることは間違いないようです。ネットで氷川きよしさんのことを調べていると、氷川きよしさんが性転換手術をしていたなんてことが書かれていることが明らかになりました。こちらでは氷川きよしさんの性転換手術に関することを紹介していきます。性転換手術を受けることに関して、これは噂程度に収まっているとのこと。氷川きよしさんは性転換手術をすると公言はしておりません。4年前に氷川きよしさんはジェンダーレスであることを公言しております。2022年に氷川きよしさんは活動休止を表明しておりました。活動休止期間中に氷川きよしさんが性転換手術を本格的にするものだと思った人もいるみたいですね。公にしている活動休止理由ですが、休養だそうです。その間に氷川きよしさんが性転換手術しないとは言い切れません。そんな氷川きよしさんがデビュー25周年記念ツアーで今月歌手活動の再開をいよいよ本格化させました。そうなると年末に向けて様々な賞レースや音楽特番、そして NHK 紅白歌合戦までが大きな目玉として、その存在感に期待を寄せられています。ライブでは演歌もポップスも紋付き袴もドレスも氷川きよしさんの全てを盛り込んで、途中感極まったのか涙を流すシーンもありましたが、新しいスタートを印象付けたコンサートでした。ここからは氷川きよしさんの
現在の彼氏や恋愛事情について、過去の報道などを合わせて紹介していきます。氷川きよしさんがスクープされた熱愛報道で一番有名なのが、松村雄貴さんとのフライデーではないでしょうか。2010年7月、氷川きよしさんと松村雄貴さんが楽しそうにデートしているところがスクープされました。写真には氷川きよしさんが松村雄貴さんのお尻のポケットに手を入れながら歩いている様子が写っていました。それだけで熱愛と考えるのは無理があるのではと思われる方もいらっしゃるでしょう。男性同士とはいえ、その場のテンションなどでお尻のポケットに手を入れることはありえますが、松村雄貴さんは氷川きよしさんよりも14歳も年上です。14歳も上の先輩になかなかできることではありませんよね。それこそ親密な関係でない限りは。また松村雄貴さんも何も気にされていない様子から、普段から距離感が近いイコール交際しているのではと捉えられたみたいです。その後2人は氷川きよしさんのマンションに泊まられ、暑い夜を過ごしたと報道されました。この件について氷川きよしさんの所属事務所は、松村雄貴さんについて仲の良い先輩の一人で、頻繁に会う時もあるし全く会わない時もあると熱愛報道を否定しています。報道の影響の大きさを恐れた松村雄貴さんが電話で別れを切り出したところ、氷川きよしさんは捨てないでと涙ながらに別れを拒んだようで、福岡空港にて号泣している氷川きよしさんの姿が目撃されています。このまま破局したのか、松村雄貴さんが思いとどまって交際を続けたのか、真相は不明です。しかし2014年にも氷川きよしさんと松村雄貴さんは再び密会をスクープされます。2人は逗子にある氷川きよしさんの別荘で宿泊デートをしていたところを目撃されています。復縁できたのか、あるいはそのまま交際を続けていたみたいですね。今度は氷川きよしさんの自宅マンションではなく別荘というあたりが本気度を感じさせますよね。隠れることで周囲の目を気にすることなく、心置きなく関係を深められると考えたのでしょう。松村雄貴さんの所属事務所は宿泊の事実を認めたものの、2人はあくまで友人関係であると報道を否定しています。ちなみに氷川きよしさんと松村雄貴さんは共通の知人である風間トールさんの誕生日パーティーで知り合い、意気投合したみたいです。風間トールさんもよく新宿2丁目に顔を出す人で、その界隈では有名な人のようです。2人はまだ独身ですから、結婚するのではと期待しているファンもいるようですが、2人が結婚する可能性はどうやら低いみたいです。2014年の熱愛報道以降、氷川きよしさんと松村雄貴さんが一緒にいるところを目撃したという情報はパッタリとなくなりました。2人が現在も交際しているのかどうかは不明です。1度目の報道の後も松村雄貴さんが別れを切り出しているので、さすがに2度目はもうごまかしきれないと考えて破局した可能性も十分ありえそうです。2014年当時は今よりも同性愛や LGBT などの多様な性の形はセクシャルマイノリティであり、あまり受け入れられていなかったこともあって、報道が出ることで変な印象や誤解を生むことを避けたのかもしれません。事実関係は不明ですが、2人のその後の報道が一切出なくなったことは明らかです。そもそも日本では同性婚が認められていませんので、もし本気で結婚を考えているならば、同性婚が認められている国へ移住する必要があり、日本で仕事ができなくなることを考慮するとやや厳しいようにも感じます。こうした理由から2人の結婚の可能性は低いと言わざるを得ません。氷川きよしさんは今後の恋愛と好きなタイプについて問われると、恋愛はいっぱいしたいし、恋愛しないと人は成長しないし、恋愛することによって自分がわかるというか、やっぱ愛することの大切さを歌で伝えていきたいですね。好きになればタイプなんてないと思います。人柄です。人間性や誠実さ、やはり謙虚な人、自分もこういう人になりたいなという、尊敬がないと好きになれないので、尊敬できるタイプと恋愛したいです。さらに今恋愛をしているのかについて尋ねられると、しているような、していないような、
と言葉を濁しました。これは彼氏、彼女がいる場合の逃げ方ですよね。氷川きよしさんは平井堅さんとも交際していたのではないかと考えられています。2006年に平井堅さんと氷川きよしさんが台湾で手つなぎデートをしていたと現地台湾の新聞に記載されていました。平井堅さんは台湾でも精力的に歌手活動を行われており、台湾では有名な日本人だそうです。また平井堅さんも過去には様々な男性と交際していたという噂がありますから、同性愛の疑惑がある2人が手をつないでいたら自然とそっちの思考になりますよね。しかしこの情報を証拠づける写真や動画はないようで、あくまで推測の域を出ません。ここまで氷川きよしさんと男性との熱愛報道を中心に紹介してきて、氷川きよしさんは完全に同性愛者なのかと思われた方もいらっしゃるでしょう。ただ氷川きよしさんは女性と交際していたこともあるにはあるようです。2014年5月の週刊文春で、氷川きよしさんの元マネージャーの男性が以前女性と交際していたと告発されています。この男性は氷川きよしさんからパワハラを受けてマネージャーを辞職しています。報復してやろうと思うほどのパワハラだったのでしょうか。氷川きよしさんと交際されていた女性は一般人の方で、いつ頃からどれくらいの期間交際されていたのかは不明でした。氷川きよしさんは男性とも女性とも交際した過去を持つようです。いかがでしたか。今回は氷川きよしさんに関する様々な情報をお届けしました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。